2020年新党代表、透明選挙は、2020年9月10日に実施された、立憲民主党と国民民主党、衆議院の無所属議員グループである、社会保障を立て直す、国民会議と無所属フォーラムが合流して決闘する、新党の代表選出及び透明決定選挙である。報道では、野党合流新党代表選などとも呼ばれた。選挙の結果、代表に、 枝野の幸雄が選出され、当名が立憲民主党に決定した。2020年8月24日、立憲民主党、国民民主党、社会保障を立て直す、国民会議、無所属フォーラムの2党2グループの幹事長が新党を決闘することに合意する。9月1日、2党2グループの幹事長と新党代表選出。 透明決定の選挙管理委員は代表選出、透明決定選挙の告示日を9月7日、投票日を9月10日、決闘大会を9月15日とすることを決定する。投票については9月3日までに新党の入党意向のあった国会議員149名で決定した。立憲民主党、国民民主党の一般党員、サポーターはそれぞれの党首選挙への投票権があったが、 今回の党首選挙への投票権は与えられていない。9月10日に行われた選挙の結果、代表には立憲民主党代表の枝野幸男が、当米には立憲民主党が選ばれた。腰石党原民主党幹事長は、今回の代表選について、風通しの良い党運営が争点となったと指摘している。代表の枝野の任期は、 浸透決闘から2022年9月末日までとなる届け出順。ありがとうございます。